はい、それではね、クリアコートをしていきたいと思います。はい、それではね、クリアを置きます。こんな感じでエアブラシでこんな感じで拭いていきます。これでね、あのデカール貼ったとこね、コーティング、こんな感じで全部ねしていきます。はい、こんにちは、カープラスです。今回はですね、赤いパーツね、すべてデカール貼ってクリアコート終わりました。いや、きつかったな。でもね、赤いパーツのみなので、まだこれからね、武器だったりボンベだったりね、いろいろまだまだありますけど、こんな感じでとりあえずね、デカールね貼ってみました。まあここだけでね、だいたい7時間ぐらいねかかってます。でもね、デカールこんな感じで貼るとね、すごいかっこいいのでね、頑張ってまだまだねやっていきたいと思います。ということで。